電機さんのブースにやってきました。児玉さん、本日はよろしくお願いいたします。さあ、早速ですが、御社はどういった製品を開発しているんでしょうか。はい、当社の主力製品は3つあります。まず、発熱対策が必須となっている IT 機器や産業機械のための冷却ファン 3S。 これは高性能で限られたスペースで効率的に冷却し、社会のインフラの安定に貢献しています。次に、データの保護やシステムの安定稼働に不可欠な無停電電源装置 SANAPS。 1961年の発売以降、信頼性の高い製品を提供し続けています。そして、FA 機器や産業機械の制御に必要なサーボシステムの3モーション、高応答で高精度な制御を実現するモーター、アンプ、コントローラーのラインナップを揃えていて、装置の動作を正確にコントロールします。サンモーション CS200 は、設備の IoT 化が課題と感じているお客様のために開発しました。このコントローラーは、高度なモーション制御機能に加えて、日々の運用やメンテナンスをサポートする便利なメール機能、ウェブカメラ機能、リモート接続機能を備えています。小規模な生産ラインやスタンダードランド設備も簡単に IoT 化できますので、幅広い用途の自動化に貢献できるモーションコントローラーです。まず、メール機能についてですが、専用の SMTP サーバーを用意しており、インターネットに接続するだけで簡単にご利用いただけます。異常が発生した際の通知や定期的な報告メールを送ることができます。また、必要に応じてメールの内容やデータを自由にカスタマイズすることができます。ウェブカメラの機能では、最大10秒間100ミリセックごとに画像を記録することができます。この機能を利用して、製造ラインの貯固艇、土下艇などの状況を記録し、ドライブレコーダーのように活用することができます。統合開発ツールのリモート接続機能により、モーションコントローラーが離れた場所にあっても安全にプログラムの修正やメンテス作業を行うことができます。プログラミングツールは、国際標準の IEC61131-3 に準拠しており、直感的なラダー図式のプログラミングやテキストベースのプログラミングに対応しています。さらに、操作画面などの HMI 作画ツールとプログラミングのデバッグ作業を同一環境で行えるため、開発エンジニアにとって親しみやすい統合開発ツールとなっています。サンモーション CS200 は、高速フィールドバス EtherCAT の採用により、最大8軸の高精度なモーション制御を実現できます。また、ポンプやファンなどのスピードコントロールに必要なアナログ出力機能やセンサー機器からの情報をリアルタイムに収集するためのネットワークインターフェースを搭載しています。さあ、では続いて、こちらの可愛いロボットについて、加藤さん、そして陽さんに詳しくお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、陽さん、とっても可愛らしいロボットですね。はい、こちらはハツキーという自立飛行フィギュアです。2023国際ロボット展で、三洋電機の特別アンバサダーとして、アニメーションのような動きと表情を皆様を迎えしています。世界初の、プロジェクションマッピングを利用した等身大アニメキャラクターロボットです。弊社株式会社ハツムーブは、 AI とロボット技術、アニメ技術を駆使した新しい形のエンターテインメントを創出をしております。キャラクターロボットサービス、ロボット技術とアニメーションの連動に興味がある皆様からの問い合わせを待ちしております。いや、はつきちゃんのアニメーションのような動き、とっても印象的ですよね。そして、加藤さん、気になったんですが、特別アンバサダーとしてはつきちゃんを選んだ理由って何でしょうか。はい、私たち三洋電機の製品は、信頼性の高さにこだわり、さまざまな産業機器関連のお客様にご採用いただいております。一方で、より幅広い分野のお客様に三洋電機を知っていただきたいと考え、今回は VTuber ロボットハツキにお手伝いをいただきました。これまでの展示方法の殻を破ることで、華やかさを演出するとともに、三洋電機の斬新さ、柔軟性をアピールする狙いがあります。産業用とエンタメ用、業界は違っても動きを追求するモーション制御の技術としては共通です。今後も異業種交流による新しい価値の創造に挑戦してまいります。いや、まさに業界の枠を超えて共鳴する、そんな素晴らしいコラボレーション、ありがとうございました。